マッキ MC205 マッキ MC205 は第二次世界大戦において使用されたイタリアの戦闘機。相性は MC205N がオリオネ、MC205V がベルトロ。生産時期や生産数などから活躍はできなかったものの P-51 リーマスタングに引けを取らない高性能であったとも言われている。MC200 サイットのエンジンを ドイツのダイムラーベンツ製 DB601 に完走した MC202 フォルゴーレは成功を収めイタリア空軍主力戦闘機として活躍した。軍はこの優秀な機体にさらに高出力の DB605 エンジンを搭載することでさらなる性能アップを目指した。計画は機体にも大幅な改造を施した本命の205。 N と最小限の改造で済ませた暫定の 205V の2本立てで進行した。オリジナルの DB605 を搭載した原型機は共に1942年に初飛行したが大幅な改良を施した割には 205N の性能は 205V とほとんど変わらず、むしろ速度では 205V より劣り、実用化の価値なしとして 205N は早々に廃案となった。 ベルトロの量産化にあたり、ホルゴーレの場合と同じく DB エンジンがドイツ本国向けの生産に追われている状況で入手困難であることは予想がついていた。ゆえに軍は DB601 と同じく DB605 に関してライセンス契約を結び、フィアット社において RA1050RC58T ーネの名でライセンス生産の計画を同時進行させた。 ただ、このエンジンの生産に手間取ったため、ベルトロの実戦投入は、イタリア降伏の直前になってしまった。ベルトロの武装は、MC205V の初期生産型で 12.7mm 機銃に、7.7mm 機銃にというもので、これは、ホルゴーレと同じであった。ただ、同じ武装のホルゴーレが、戦局の悪化に伴い、 イタリア本土に飛来してくるようになった連合軍の大型爆撃機に対し火力不足であるのを見て、後期生産型では機種の 12.7mm 機銃には同じだが、主翼の 7.7mm 基準を MG151-22 へと変え、より重武装になっている。ベルトロは1943年6月、シチリア島機に展開する連合軍艦船へ攻撃を行った。 爆撃機の護衛任務でデビューした。その後イタリア降伏までの約2ヶ月にわたり、ベルトロは連合国の戦闘機と戦い、それらより優れていることを証明した。一例を挙げると、8月2日に、ベルトロ6機は P-38、P-40 合わせて20機の敵機に遭遇したが、数にして3倍もの敵機を相手に6機を撃墜するという戦果を挙げている。MC 200 MC 2 0 m c 二百二と続いたマリオ・カストルディ騎士の設計による一連の戦闘機は m c 二百五ベルトロに至って完成した。そしてそれは第二次世界大戦においてイタリアが生み出した最優秀戦闘機でもあった。ドイツ空軍のマーキングで飛行する m c 二百五ベルトロ一方、イタリア国内では七月二十五日にムッソリーニが憲兵隊に拘束され失脚し、 公認のバドリオ政権下で連合国側と急戦交渉を進めた結果、9月8日にアイゼンハワーがイタリア無条件降伏を発表した。もっともこれでイタリアの戦争が終わったわけではない。バドリオが連合国側に寝返ることを兼ねてから警戒していたドイツ軍はイタリア国内に軍を進め、ムッソリーニを救出し、イタリア北部にイタリア社会共和国を建てた。 ここに南部のバドリオ政権と北部のサロ政権という分裂状態が生じた。終戦時国内に残っていたベルトロは66機であったが、うち6機が連合国側へ移動し、イタリア共同交戦空軍で使用された。一方、29機がサロ政権下のファシスト空軍及びドイツ空軍で使用された。北部では降伏後も生産が続けられ、完成機は ドイツ空軍に引き渡された。対戦終結後もベルトロの運用は1947年まで続けられた。ビデオ http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v コール yrp5hg6bp0 ありがとうございます。